私の名前は、おかみちゃんです。今回は、お土産シリーズ第3弾です。雑貨を2つ、ご紹介しますね。1つ目は、ポップでキュートな、飴菓子です。可愛く造形された飴細工は、江戸時代に発祥したと言われています。マリに似せた飴や、顔や花の絵が入った飴は、お土産の定番ですよね。大きさなんかが、ちょっと小さめなところが、日本らしいですね。そうそう。こんな飴も見つけたんです。スーシーの形をした飴ちゃん。マグロが、とっても美味しそう。ごめんなさい、お腹が鳴っちゃいました。聞かなかったことにしてくださいね。そういえば、学生時代に、お寿司屋さんでアルバイトしたことがあるんですよ。まかないがあったので、その頃は、すごくぽっちゃりさんだったんですよ。え？今は、内緒です。えへへ。続いて紹介するのは、これぞお土産の、定番中の定番、ポストカードです。ポストカードは、いわゆる、ハガキのことです。初中見舞いや、年賀状。海外なら、クリスマスカードや、お誕生日カードなど、お手紙というプレゼントは、お土産に最適なアイテムです。私がご紹介するポストカードは、観光地、つまり日本ならではの絵ハガキです。夜叉のような歌舞伎や、風景、着物美人などの日本画が施されています。でも、こういったイラストに、あまり忍者って出てきませんよね。とっても人気者なのに。実は、どこかに隠れているのでしょうかね。ニンニン。今回紹介した雑貨は、浅草の、仲見世通りに行けば購入することができます。